こんにちは、あるいはこんばんは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はテンスライブンテンペスト暮らしのトリニティの相関図を紹介するのよね。内容は2023年5月時点での最新巻7巻までの内容となります。本編だと8世紀小編あたりまでのスピンオフとなります。意外な人も登場するのでゆっくりしていってね。まずは魔王としてはテンペストと一番初めに国交を始めた獣王国ユーラザニアのオーカリオン、オークロードを討伐した勢力を調査するためにホビ王ジュラの大森林へ派遣し、暴走したホビ王を引き取る際にリムルと出会い、彼の救出に感謝してテンペストを友好国として認めて交易を始めたのよね。アルビスたちを使節団として送っていたが、1、ライカンスロークとして密かにテンペストの調査をバランスの良さを認めているフォスに命令する。続いて、キツネのライカンスロープの少女、獣王戦士団候補のフォス。テンペスト入国後は所持金が不足して街道整備のアルバイトに名乗り出たが、そこで警備隊に遭遇してゴブタにスカウトされ、以後は警備隊の一員として行動することになる。実は所持金は、ユーラザニアの果物なのよね。なるほど。足りなくなった理由は、テンペストの食べ物が美味しすぎてどんどん買っちゃったのよね。うんうん、食いしん坊だぜ。ちょっと都合しんすぎるところが欠点。続いて、警備隊副隊長のゴブタ。ゴブタの見込みチェック、いち早く魔物の接近に気づいた察知能力、恐れずにすぐ動ける行動力、ライカンスロープなら戦闘能力も申し分なし、警備隊にはぴったりじゃないっすか、と言っていたのよね。考えなしの発言が多く痛い目を見ることが多い。ゴブタがしっかり仕事をしていることに驚きだぜ。やるときはやる男、それがゴブタなのよね。続いて、フォスが警備隊に入った時の直属の上司だったゴブエモン。ちょっと猛進のフォスは、たびたび警備隊の仕事を放り出してはゴブエモンから原骨をもらっている。ゴブエモンは百人長になったため、自分だけの部隊を作ることになり、警備隊を脱退したのよね。フォスは面倒ごと背負い込みそうだから、ゴブエモンは隊に誘わなかったのよね。その考え間違いないぜ。それでもちょくちょく面倒を見てくれるいいやつなのよね。続いて、ミリムが気に入ったという魔国連邦を調査するため、部下を送り込んだ新幹線士団の新艦長ミッドレイ。料理が食に対する冒涜であるという独特の宗教観を持つ。ベニマルが戦士と認めるほどの実力を持ち、ガビルの狩猟に協力するなど気に厚いが、頭に血が昇りやすいようで、一度激高してしまうと手がつけられない。続いて、テンペストに送り込まれた才能に目をかけられている部下、武神官ステラ。竜を祀る民の中でも数少ないドラゴンボディの使い手。行動力に溢れ、悪い人間ではないが、やや尊大な性格。かなりの方向音痴で、テンペストへはミッドレイに言われた方角にとにかく直進してきたらしい。よくそれでテンペストにつけたな。当初は竜を祀る民の固定観念から料理を否定していたが、初めて食べたカレーの美味しさに感動してミリムのための料理人を志した。続いて、ステラが崇拝する友好女ミリム。最古の魔王の一人。長い年月を生きているが見た目は可憐な美少女で、性格は無邪気で天真爛漫、喧嘩っ早くてまるで子供。退屈しのぎに協力したクレイマンの暴虐で知ったリムルに興味を抱き、自らテンペストを訪れてリムルとマブダチとなる。ミリムの一言、リムルとマブダチになってから、友達が増えて毎日が楽しいのだ。これからもいろんなことを教えてほしいのだ。続いて、ステラの料理の師匠ゴブイチ。リムルの口添えでゴブイチに弟子入りするのよね。料理経験のないステラに、料理を一から教えてくれた。料理というのは味はもちろん見た目、匂い、食感も重要なんだと、ステラにジャガイモの皮むきをさせるときに言っていたのよね。ごもっとも、味が良くてもダメダメなものがあるしな。シュナの不在時には総料理長を務めるほどの腕前の、ゴブイチに教えてもらえるなんて運がいいのよね。続いて、テンペストに偵察を送り込んだ新世代の魔王、天翼国フルブロジアのスカイクイーン、フレイ、ハーピーを束ねる妖艶な女王。ここを好み、基本的に他者には冷たい。また、自分の種族以外が空を席巻するのを嫌う。ミリムを苦手な相手と見ていたが、今ではミリムの教育係や世話に追われている。いい関係になったよな。続いて、フレイがテンペストに送り込んだ可愛がっている部下のネム。寝るのが大好きな怠け者で、寝ること以外は全て労働だと思っている。フレイから偵察指令を受けた諜報員であるが、本来の仕事を忘れかけていることがある。ダメダメじゃん。究極の寝床を作るという夢。フレイの膝枕で寝たこともあるらしい。服の肌触り目当てにシュナの織物工房へ不法侵入し、商品をダメにした罰として工房の雑用をすることになり、その才能を見込まれてスカウトを受け工房の従業員になった。続いて、織物工房の上司シュナ。ネムが、面倒くさがり屋だが手先が器用で単純作業にも強いことを知り、この工房で働きませんか？仕事も丁寧で完璧でしたし様々な種族の方がいると商品開発もはかどります。とシュナが言っていたのよね。すぐサボってしまうネムに対して、お目付け役はフォスにお願いしていた。フォスは、おせっかい焼きだからちょうどいいぜ。フォスとステラの出会いは、フォスが装備している武器の整備で鍛冶屋を訪れていた時、ステラが現れる。ひょんな流れでフォスが、町を案内することになる。ミリムが食べたものが食べられるお店に案内しているところ、お店の屋根で倒れている？ネムを見つける。ス
ステラ、ネムの二人は、フォスのおせっかい焼きの性格のおかげで、それぞれの仕事先を確保することになる。三人は、テンペストの貨幣セミナーの一環として街中で実地テストで貨幣を使って商品を取引した際、ミョルマイルに商売の極意を伝授された。舐められてはいかん、恐れられるように悪の道を極めねばならんのだ。そう教えてもらい実地テストを無事終えて、テストを合格する。その後、商売のコツを聞かれ、はい、悪の道を極めるです。そうそう舐められちゃいけないのよ、恐れられるのを、と、それぞれが答えると、全員不合格になったのよね。続いて、警備隊の才能のある者には個別指導を施す指南役の白狼。ボスはゴブエモンに話を通してもらい、ステラは警備隊の訓練に差し入れを持ってきた時に訓練に参加した。二人は白狼の指導で、アーツの祈祷法を身につけたのよね。ちなみに、祈祷法は体内の魔素を練って陶器と死体の強化などを行う、オーラを用いた武術なのよね。なるほどね、二人にとってはぴったりのアーツだぜ。続いて、三人娘を定位魔法だけで模擬戦をした用務調査団のイガード・ミューラン。三人娘は惨敗だったのよね。そりゃそうだよな、まだ戦士でもない小娘体幹部じゃ相手にならないぜ。単純な魔法でも使い方次第で戦術に幅ができるのよ。真っ向からぶつかるだけが戦いじゃないわ。陽動絡めて奇策勝つためには何でも使うべきね、とミューランに言われてたのよね。続いてミューランの本当の上司、ミューランのことを使い捨ての部下としか思っていない新世代魔王のクレイマン。クグツ国ジスターブをカザリームから200年前に引き継いだマリオネットマスター。他人を一切信用しないクレイマンだが、スピンオフのクレイマンリベンジでは部下から信頼される魔王なのよね。気になる方はこちらをチェック。 URL は概要欄に貼ってあります。クレイマンが信頼される？まさか。続いてもクレイマンの部下、もともとはカザリームの部下だったサイラス、アルベロ、ジョイス。昔、アルベロは5本指筆頭だったが、今では平野戦闘員になり下がっていた。そんなアルベロたちと戦場で、ステラは出会うのよね。ステラは、アルベロたちの武人の精神に感心する。続いて、ファルムス王国の策略で被害を受けたテンペスト。その反撃に対して外周警備に当たったフォスが遭遇したヘテロクロミアの女の人。九段の国がどんなものかと様子を見に来ただけなのにこのざまじゃ、予定にないことをするでないわ、とつぶやいていたのよね。その女性は、クイーンオブナイトメア、ルミナスバレンタインだった。こんなタイミングで、視察してたのか？ルミナス的には予定外のことに驚いていたんでしょうね。その後、ワルプルギスが開かれ、クレイマンはリムルによって抹殺され、フレイとカリオンは、自分たちの実力不足を感じ魔王を辞退しミリムの傘下に入ったのよね。三勢力が一つになったことで三人娘の心配もなくなり、これからもテンペストで学んでいくことを決意する。そして、そんな三人にテンペストから西側諸国の調査を任命される。ブルムント王国に向かう宿で、ネムのバッグに潜んでいた猫を見つける。ステラは追い出そうとするが失敗。フォスは自然に出ていくのを待つ。そんな二人に対して、ネムは猫を猫様と恐怖しながら崇めるのよね。実は、その猫はビオレが物質世界に遊びに来るために変身した姿だった。ビオレは、この三人娘を気に入り、三人の旅についていくことにする。ネムだけが、猫の恐ろしさに気づいており、何に対してもおもてなしをする。ネムの危機感知が役に立ったのよね。それがなかったら、三人娘は跡形もなく消え去っていたぜ。けど、ルミナスだったり、ビオレとかが、こんなタイミングで出てきていたのが驚きだぜ。まだまだ、漫画の本編にも出てきていないキャラとか出てきそうね。楽しみだぜ。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇相関図や〇〇物語などたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。